はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。今回は DX 対策講座オンラインということで1問出題させていただきます。弊社は心理学の会社ですが、実は組織内部の運営にあたっては DX デジタルトランスフォーメーション的な発想を早くから取り入れてきました。 IT 企業に所属していなくても DX への対応は急務です。この講座では毎回超短時間で DX に関する基礎知識を、に関する問題をですね、出題させていただきます。 DX に取り残されていてまずいなと思っていらっしゃる社会人の方、就職活動で差をつけたい学生の方などを対象に出題していきます。日本イノベーション融合学会さんの DX 検定の対策にもお役立ていただけるんじゃないかなと思っています。勝手ながらにご紹介ですが、 DX 検定には出題範囲シラバスというのがしっかりと、設計されているんですね。何から勉強していいのか分かりにくい DX にこのような一覧があるのは大変助かりますね。ご参考までに DX 検定の公式 URL、この動画の概要欄に掲載しておきます。というわけでですね、今回は、勝手ながらに、DX 検定のシラバスを参照させていただいて、その中のビジネストレンドという分野の範囲内の、テーマからですね、私が作成したオリジナルの問題を1問出題させていただきます。ということで早速問題です。VTuber の説明として不適切な選択肢を選べ、こちら DX 検定の出題範囲の一部でございます。見ていきましょう。選択肢1、2016年12月に、活動を開始したキズナアイが、YouTuber 活動を行う際に自身を称したことに始まる語とされている。選択肢2、バーチャル YouTuber とも呼ばれている。選択肢3、2021年現在では活動の場が YouTube に限定されない場合も出てきている。選択肢4、最後です。企業活動への VTuber の利用は禁じられている。利用はって入れた方がより丁寧ですね。失礼いたしました。セカンダリーではこのように、DX 人材を目指す方を応援しております。この DX 対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は本動画の説明欄概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。ということでいかがでしょうか。正解申し上げてしまいます。こちらの問題正解はですね、4番でございます。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。ではですね、簡単に、解説です。